本日のデスクツアーは30代一人社長が操る仕事とおしゃれ融合型のワーキングデスク ×2 としてテズさんのデスクをご紹介させていただきます。それでは早速デスク弾丸ツアーをスタートしましょう。ウルトラワイドの曲面モニターに縦置きサブモニター、 MacBook Pro と合わせればトリプルモニター環境となり、マーシャルの超絶おしゃれなアンプ型スピーカーにライトウッドのこちらのデスク、こちらは一人社長業を営んでおられる30代経営者のテズさんのお仕事場デスク。さてこちらのオーナーさん、この度自宅での滞在時間も増やそうとご自宅にホームオフィスとして新たにデスクをセットアップされました。それがこちら。そうです、我々ビジネスマン憧れの理想のおしゃれな大人ワーキングデスクのデュアル体制、それを見事に手に入れられた方なのですね。普通はこだわりの大人デスクを一つ手に入れるだけでもやっとの話、ところが職場ばかりでなくご自宅にもそれぞれ最高のデスク環境を自由にセットアップできるご立場とは、この辺はさすが事業経営者の特権。日々経済的リスクと極度の緊張感にさらされて仕事をしている方への神様からのささやかなご褒美といったところでしょうか。というわけで今回はちょっと異例の仕事場デスクとご自宅デスクの双方を一気に2つデスクツアーをまとめて1回で行います。かつての日本の旅行代理店が得意だった弾丸ツアーってやつですね。一気に観光地巡りをしていきますので遅れずについてきてくださいね。まずはお仕事場のデスク環境から見ていきましょう。デスクは金物ザ・テーブルを使用、スギム材の天板とブラックアイアンメイドの足というシンプルモダンなデザインでありながらあったかみを感じられるデスクですね。天板の自然で美しい木目や無垢材だからこそ楽しめる要素、タフな仕事もこの天板なら気持ちをポジティブにして日々立ち向かうことができますよ。ご存知の通り金物さんはオーダーメイドで天板カットのサイズ発注ができるので、ワーキングスペースに寸分たがわずぴったり収まるサイズになっています。足にアジャスターを取り付けてさらにその足を天板に取り付けるだけなので組み立てが簡単なのもいいですね。このあたりも多くの人に金物が支持される理由かな。椅子はハーマンミラーのアーロンチェアリマスタードです。これ以上ない素晴らしい椅子をご購入されている様子から、オーナーさんは仕事道具への投資を惜しまず、その代わりきっちりと成果に結びつけて投資額以上の果実を確実に得るタイプかもしれませんね。経営者なら当然の発想。数あるワーキングデスクの中でも誰もが知る最高峰の高級チェアですが、このモデルはヘッドレストがありません。そこでサードパーティーのヘッドレストを購入されたとか。でも結局はなくても問題ないということでヘッドレストは外して使っているそうです。オーナーさんは MacBook Pro に加えて外部モニター2枚のトリプルモニター環境でデスクワークをこなしています。現在はメインとサブの外部モニターは双方 LG 製の模様、メインはアームで持ち上げられた LG 35インチ曲面ウルトラワイド液晶モニター 35WN75CB、 審美眼の厳しい事業経営者のオーナーさんも満足させる大画面で広々とした作業領域、仕事だけでなく動画や映画を楽しむ際にもフル活用できて、なお余り合うサイズですね。USB-C ポートから MacBook Pro へ給電しながら外部モニターとなり、データ転送のハブ機能も担っています。上から見るとその緩やかな曲線の美しさがよくわかりますね。大画面ながらモニターの端から端までしっかりと視界に入るフレームレスということもあり、見やすさも兼ね備えているのがビジネスマンにとっては第一義。ちなみにこちらオーナーさん、マスキングテープでメーカーロゴを隠してご利用されてますね。視線がロゴに引っかからなくてとてもシンプルスムーズなルックスになっています。デスクライトとして BenQ スクリーンバープラスをご利用中、今はメインモニターに着想していますが、以前はサブモニターの方につけられていたようですね。余計なスペースを取らないままでデスク広範囲を照らしてくれて、しかも画面の反射映り込みもしない、手元のコントローラーで明るさや色調整も自由自在と、今では誰もが知る名品になりました。 Amazon のでずーっと続いていた品薄状態もようやく落ち着いてきたので、欲しかった人は今は結構買い時だと思いますよ。ロジクールの Bluetooth Easy Switch キーボード K811 ですね。ブラックとシルバーのモダンシックなカラーがナチュラルウッドの天板にくっきり生えて美しい。最高で3台まで Apple 製品とペアリングできて、切り替えはボタン一つの簡単操作。購入当時のオーナーさんが求めていたのはまさにこんな機能だったとのこと。充電の持ちが良く、使用していない間は自動で電源オフになってくれますね。こまめにケーブルに接続しなくてもいいし、電池残量の表示機能もあるので充電のことを気にしながら作業することにはなりません。非常に仕事がしやすい安定度の高いキーボードと言えそう。マウスもロジクールで MX Anywhere 3をご利用。 Mac ユーザーの方は結構このマウスをチョイスされてますね。しばしば拝見します。スチール製のホイールにブラックボディが大人感溢れていて人気の要因になっていそうです。ちなみにこのホイール、マグスピード電磁気スクロールホイールというやつで、ホイールを勢いよく回すとロングな画面でも一番上から下までショートカット感覚で一気にスクロール移動できちゃう。スピン操作でラチェットモードと超高速モードに切り替えられるので、1分1秒でも無駄にせず効率的に仕事をしたい24時間戦うビジネスマンには特におすすめかも。引き出しのないデスクにも収納場所を作ることができる後付け式の引き出し、フレキシスポット S01B を導入されています。金物デスク天板の裏側にネジで固定していますね。プラスチック製で見た目はシンプルなんですが、他のプラスチック製の引き出しと比べて安っぽさがないのはさすがフレキシスポット製、むしろ質感がかなり上質な部類だそうです。タブレットやキーボード
などが不要な時はこんな風にさっと収納できてかなり便利。 12.9 インチの iPad Pro がぴったり収まるサイズ感です。鍵付きなので大事なものをしまっておくにも最適な引き出しなんだよね。実用的なスピーカー兼デスクインテリアとしてマーシャルスタンモア2 Bluetooth を飾られています。レトロとモダンでおしゃれなこのスピーカー、インテリアとして飾りながらも音楽や映画など大迫力の分厚いサウンドを楽しんでいるとのこと。普段からギターなど演奏する方ならご存知の通り、マーシャルといえばそもそもアンプメーカーですからね。いかにもパワーがありそうなサウンドを期待できます。 Bluetooth の接続ももちろん可能ですが、オーナーさんは他の回線との混線を防ぐため有線にてご利用中だそうです。仕事場デスクの配線整理もちょっと拝見しましょう。電源タップ、ルーターなどはデスクの下にある三和ダイレクトの木目調ケーブルボックスに収納。こちらは内部が二重構造になっている優れもの。大柄なだけあって上段には電源タップ、下段にはルーターやモデムなどを収納しておくことができます。そしてデスクの上にはアンカーのマグネット式ケーブルホルダーを設置して、ケーブル類を一括整理、必要な時だけさっと外して使って元に戻す、整理整頓の基本ですよね。さてこちらオーナーさんの仕事場のデスク周りはコンパクトながらも至る所に収納の工夫がされていて、煩雑さはナッシング。デスクのあったかみとデバイス類のグレーがスタイリッシュに融合して、機能と居心地の両立てが成立した形で構成されていましたね。最高の環境で最高のお仕事をされていることをデスク環境から伺い知ることができますよね。実はまだまだご紹介したい詳細部分の工夫やアイテム類は多数あるんですが、動画の尺の関係でホームデスクの紹介に一旦移らせていただこうと思います。さてここからは1点、オーナーさんが新たにご自宅にセットアップしたホームデスクの詳細をご紹介していきます。オーナーさんがホームデスクに選んだのは匠一生のウォールナット無垢修正材ダイニングテーブル。幅 180cm、 奥行き 90cm の超広々サイズですね。仕事場とはまた違いダークな色合いのウォールナットをチョイス。どうせなら職場と違う感じのデスクにしようとあえて色をずらして選んだそうです。無垢材ですが表面は隙間や溝が一切ないフラットな仕上がりで、その手触りは一枚板のよう。まさに職人技が凝縮した天板なんだよね。組み立て式でアイアンの足を天板の裏側に取り付けるタイプですが、組み立てから設置まで匠一生さん側が無料で行ってくれる嬉しいサービス付き。デスクチェアは IKEA のアレフィエル、柔らかく滑らかな感触の銀面側を使用しているので高級感がありますよね。デスクのデザインと相まってレトロモダンな雰囲気を感じます。オーナーさんはこの見た目が大変気に入って購入したそうです。座り心地は幅が広くて安定感があり、レバーでリクライニング操作も可能。アームレストのクッション性も心地よく、長時間座っていても疲れにくそうですね。オーナーさん愛用のカラーはブラックですが、加えてゴールデンブラウンとベージュの3色展開。どれも落ち着いた色味で、いろんなインテリアに合わせやすいと評判のアイテム。職場のモニターよりもさらに大きい 42.5 インチ LG の 4K 液晶モニター 43UN700TB ですね。これだけ大きなサイズでも奥行き 90cm のデスクですから、十分離れた距離をとっての利用が可能ですよね。それでもやはり姿勢の上下移動が激しいので、いやほんとそれくらい大きいモニターなんですよ。だからこそエルゴトンの HX モニターアームできちっと支えて設置しています。視線の上下移動で特に辛いのは画面の上半分を見るとき、普通はやや首を傾けないと視界の中に画面が入ってこないですよね。そのためモニターアームはできるだけ画面の位置を天板スレスレまで下げるために使うのがポイントの一つだったりしますよね。ただこちらのオーナーさんの場合はデスクの天板の奥行きが 90cm もあるので、そこまでモニターの位置を頑張って下げなくても十分な距離を保てそうです。これ非常に羨ましいです本当。そしてやはり仕事場のモニター同様、ロゴはマスキングテープで隠すことでシンプルに落ち着いています。この辺のこだわりは職場デスクも自宅のデスクも一貫していてさすがです。モニターの注文に合わせて購入したという M1 MacBook Air です。とにかく動作が速くて熱を持たないので快適に仕事ができるというのは噂通りだったと、オーナーさんはとてもお喜びになっていますよね。特に丸1日スリープ状態で放置した時の復帰の速さにオーナーさんがかなり驚いたそうです。キーストロークの沈み具合が程よくて心地よさがありますね。ちなみにマウスも仕事場と同じくロジクールの MX Anywhere 3を使用。しかし最近ご紹介する Mac ユーザーのデスクオーナーさんは本当に M1 ユーザーばかりになってきました。備え付けのシーリングライトは中光色で眩しさを感じるため、ビューベムのシーリングスポットライトに変更。アプリで中光色から電球色まで調節できる機能がついていますね。夜は自然のオレンジ色の光でリラックスしながら作業ができます。加えて山田照明の LED デスクライト Z ライトを設置。シーリングライトを点灯しなくてもこれだけでかなり明るく手元を照らしてくれます。デスク上のスペースも必要以上に取らないスマートな形状で、質感も非常に高く、デスク全体のイメージを台無しにすることがあります。収納には東洋のスチール製山形工具箱とトラスコのトランク型工具箱を使用。もちろん工具も入れるのですが、それ以外に文具や革製品のお手入れ道具を入れたり、小さめの箱に個人用、法人用の印鑑類などを分類したりとの大活躍っぷり。ブラックにペイントされたスチールの武骨感がかなりおしゃれ。工具箱をこういった形でデスク周りに配置して収納に使う方法は正直初めて拝見しました。武骨で男っぽいイメージしかなかった工具箱ですが、むしろそのビジュアルが通常全く縁のなさそうなデスクにバッチリ溶け込んでますよ。まさに実用性とデザインを両立させたデスク収納アイデアですよね。いやーお見事。ご自宅デスク環境の配線整理にも触れておきましょう。 e サプライでご購入されたケーブルトレー、ケーブルオーガナイザーを天板下に設置。電源タップやケーブル類をマジックバンドでまとめて一括綺麗に収めていますね。
何気にケーブルや電源タップが全てブラック一色で統一されているところも乱雑感がなくきちんとまとまって見えるポイントなのかもしれません。ご自宅で過ごす時間を増やそうとオーナーさんがデスクの導入を決められたのは今年1月。現段階のデスク環境を拝見しましたが、すでに相当な完成度を感じることができる大人ワーキングデスクに仕上がっていますよね。お一人で仕事をしているため、ほとんどの時間を今までは仕事場のデスクで過ごされていたオーナーさんですが、ここまでのホームオフィスを作り上げたからには職場と自宅のどちらで仕事をするか思わず迷ってしまいそうですよね。使い慣れたオフィスのデスクを選ぶか、真新しい自宅のデスクを選ぶか、アーロンチェアに深く腰を下ろしてマーシャルのアンプをめでても痛いけれど、トラスコ工具箱のひんやりとした感触を楽しみながらの収納整理を楽しむのもいいかな。勝手に私がオーナー気分で男の夢を広げてしまいます。まあいくら迷われたところで、どちらに赴いても最高のデスク環境がオーナーさんを迎え入れてくれることは保証付き、ベストワーキングパフォーマンスをアウトプットすることができる環境には変わりないわけで、私も同じビジネスマンとして非常にオーナーさんの贅沢な環境が羨ましくて仕方がないです。以上、テズさんのデスク周りを弾丸デスクツアーでご紹介いたしました。職場とご自宅2つのデスク環境をセットアップ維持だけでも大変なのに、それぞれが違った個性と違った工夫を施された大人のワーキングデスクとして非常に稀有な完成度を披露して楽しませてくれましたね。オーナーさんのセンスと工夫、そしてデスク周りに対する情熱ありきの結果ですよね。なお、オーナーのテズさんはご自身のブログに加えて Yahoo Japan クリエイターズプログラム上でもデスク周りに限らずおすすめのものことをご紹介されていますので、ぜひご覧になってください。詳細は概要欄に書いておきます。テズさん、ご協力本当にありがとうございました。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はお任せしますが、よかったらぜひもう一つ動画をご視聴していってください。リモートワークデスク、ゲーミングデスク、 PC デスク、職人のプロフェッショナルデスク、様々な人のこだわりのデスク紹介動画を揃えていますので、今後ともよろしくお願いします。